それでは公表問題7番の解説をしたいと思います。公表問題7番は4路スイッチが登場する回路となっています。4路スイッチは単独で使用することはなく、3路と必ず組み合わせで使うものになります。この回路は他にはこのようにですね、ここに四角く出ているところがあるんですが、ここはアウトレットボックスを使って作っていく回路となっています。それでは施工条件を確認していきたいと思います。施工条件の2番を見ていきましょう。3路スイッチおよび4路スイッチの配線方法について書かれています。まず1ですが、3箇所のスイッチをそれぞれの操作することによりランプレセプタクルを点滅できるようにすると書いてあります。はい、それでは2番を見ていきましょう。3路スイッチの記号0の端子には電源側または負荷側の電線を結線し、記号1と3の端子には4路スイッチ相互間の電線を結線すると書かれています。これはつまりどういうことかと言いますと、3路スイッチの0のところには黒線を入れてくださいねということが上に書かれてありまして、記号1と3の端子には4路スイッチ相互間の電線を結線すると書いてあるんですが、これは配線図を確認いたしますと、この3路スイッチですね、ここ2つありまして4路スイッチが間にありますが、この右側の3路スイッチにこの4路のスイッチの1と3がつながりまして、こちらの左側の3路スイッチに4路スイッチの2番と4番がつながるということになります。ちょっと説明するのが難しいんですが、これは実際に結線をするときにもっと詳しく説明をしたいと思います。それでは他の施工条件も確認していきましょう。3番ですね。ジョイントボックスは抜き打ち済みの穴だけをすべて使用することと書いてありますが、ジョイントボックスはもうあらかじめ使う穴が開いている状態のものを使います。ですので穴が開いてないところにわざわざ穴を開けるようなことはしないでください。開いてる穴だけを使って作業をするようにしてください。はい、続きまして施工条件の5番を確認していきましょう。5番、ジョイントボックス部分を経由する電線はその部分で全て接続箇所を設け、接続方法は次によることと書かれています。1番、 A 部分での接続箇所はリングスリーブによる終端接続とする。そして2番ですね、 B 部分の接続箇所は差し込み型コネクタによる接続とすると書かれています。配線図で確認いたしますと、 A 部分はリングスリーブで接続してくださいねと書いてありますので、こちらはリングスリーブによる接続方法ということになります。そしてこの B のアウトレットボックスの内部は差し込み型コネクタで接続するということになります。はい、続きまして、施工条件の6番を確認しましょう。6番は埋め込み連用取付枠は4路スイッチ部分に使用することと指定がありますので、必ずですね、4路スイッチのところに使用するようにしてください。配線図ですと、この4路のところですね、ここに取付枠がつくよということになります。それでは作成する順番を決めたいと思います。まずは簡単なところからやっていきたいと思うんですが、この電源からジョイント A のところが一番簡単ですので、こちらを一番最初に作っていきたいと思います。その次にこのランプレセプタクルの省略部分ですね、アウトレットボックスから施工省略のところまでが簡単そうですので、こちらを2番にいたします。続きまして、その次に簡単そうなのがこのジョイント A から B の間ですね、 VVF1.6 三芯のところが簡単ですので、こちらを3番としてやってみたいと思います。次に作りたいのがこの左側の3路スイッチですね、こちらを4番として作っていきましょう。5番はこの右側の3路スイッチを作ってみたいと思います。
そして、取り付け枠をつけるこの4のスイッチが6番ランプレセプタクルを最後に作ります。1番から7番までのパーツが全て揃いましたら、ジョイント A とジョイント B でそれぞれ結線していきたいと思います。1番の部分を一緒に作っていきたいと思います。1番の部分のまず寸法取りの考え方なんですが、電源からこの A のジョイント部分が仕上がり寸法が15センチとなっていますので、まずは15センチが絶対に必要。そしてこの A のジョイントのところで10センチ必要ですので、こちら1番に使う電線は25センチ必要ということになります。1番は VVF2.0 二芯が25センチ必要ということですので、今こちらに25センチ切り出したものを準備してみました。こちらを A の部分でジョイントするために片側を10センチ外装を取ってみたいと思います。そして先端を2センチ新線にしていきましょう。はい、このようにできましたので、ジョイントを後でしやすいように折り曲げておきましょう。はい、それでは続きまして、この2番のランプレセプタクル省略部分を作っていきたいと思います。こちらはアウトレットボックスから施工省略のところなんですが、仕上がり寸法が25センチとなっています。ですので25センチと、あとはジョイント部分として10センチが必要ということになりますので、合計35センチの電線が必要ということになります。それでは2番の部分を作っていきたいと思います。2番は VVF1.6 日芯を使いますが、こちらは35センチ必要ということでしたので、今35センチ準備しているところです。こちらをアウトレットボックスの中でジョイントしていくのですが、アウトレットボックス内は10センチではなくて13センチ外装を取っていきたいと思います。今13センチ外装を取りまして、こちらの先端は2センチ新線にしていきましょう。はい、このようにできましたので、これを一旦置いておきましょう。3番の部分を作っていきたいと思います。3番はジョイント A と B のアウトレットボックス間の電線を作っていくということになりますが、こちらは VVF1.6 の三芯を加工していきます。アウトレットボックスもこういった A のジョイント部分に関しても寸法はプラス10センチとして考えていきます。ですのでこちらは仕上がり寸法が15センチとなっておりまして、 A の部分でジョイントする部分が10センチ必要、そして B のアウトレットボックスでジョイントする部分が10センチ必要ですので、合計35センチ必要ということになります。3番は VVF1.6 の三芯が35センチ必要ということでしたので、今このように35センチ準備したところになります。こちらを A のジョイント部分と B のアウトレットボックス内でジョイントができるように加工していきたいと思います。まずは A のジョイント部分から加工していきたいと思いますので、外装を10センチ取ってみたいと思います。今10センチ外装を取りましたので、先端は2センチ新線にしていきましょう。はい、このようにできましたので、反対側はアウトレットボックスに入るので、こちらは10センチではなくて13センチ外装を取っていきたいと思います。今13センチ外装を取りましたので、先端を2センチ新線にしていきたいと思います。
はい、このようにできました。 A の部分に関しては箱に入りませんので、このようにジョイントしやすいように曲げておきましょう。そして B の部分はボックスに入れた後に曲げていきますので、このまま置いておきましょう。それでは4番の左側の3路スイッチを作っていきたいと思います。でこちらは仕上がり寸法が15センチとなっていますが、15センチプラス3路スイッチ器具1個分とみなしますので、5センチ寸法が必要です。さらに A の部分でジョイントをしていきますので、10センチの寸法が必要となります。ですので合計こちらは30センチの電線を準備するということになります。こちらは仕上がりが30センチでしたので、今 VVF1.6 の三芯を30センチ切り出したところになります。こちらを加工して3路スイッチに取り付けていきたいと思います。それでは外装を8センチ取っていきましょう。先端を1センチ新線にしていきます。はい、このようにできましたので、これを3路スイッチに入れていきたいと思います。3路スイッチですが、裏返しにしますと、ここにですね、はい、左側に0番ですねと書かれておりまして、2つ穴があります。そして反対側に1番と3番と書かれています。必ずこの0番に黒い電線、電源側の電線ですねを入れるようにしてください。1番と3番は特に指定がありませんので、赤白どちらの電線を入れていただいても結構です。それではまず0番に黒線を入れていきたいと思います。はい、そうしましたら、今回は3番に白線を入れてみたいと思います。そして残った1番に赤線を入れましょう。はい、このようにできましたので、はい、必ず電線を入れたら、外から芯線が見えないように確認をしてください。はい、このようにできましたので、反対側は A のところでジョイントをいたしますので、10センチ外装を取っていきたいと思います。そして先端はジョイントしやすいように2センチ新線にしていきましょう。はい、このようにできましたので、後で A の部分でジョイントしやすいようにこのように曲げておきましょう。5番の部分を作っていきたいと思います。5番も3路スイッチの部分となります。こちらは仕上がり寸法が25センチとなっていますので、まずは25センチが絶対に必要ですね。それから3路スイッチ1個で器具1個とみなしますので、プラス5センチが必要です。そしてアウトレットボックスでジョイントするための寸法が10センチ必要となってきますので、こちらは合計40センチの電線を準備するということになります。5番の部分は40センチ電線が必要でしたので、今40センチの VVF1.6 の三芯を切り出してみたところになります。こちらを加工して3路スイッチに取り付けていきたいと思います。まずは外装を8センチ取っていきましょう。今外装を8センチ取りましたので、1センチ新線にしていきます。はい、このようにできましたので、これを3路スイッチに取り付けていきます。先ほどと同様、0番のこちらの方に黒線が入るようにしていきます。そして3番に白線、そして1番に赤線を入れていきたいと思います。
このようにできましたので、反対側はアウトレットボックスでジョイントできるように加工していきたいと思います。アウトレットボックスに入る場合は13センチ外装を取りますので、13センチ外装を取っていきたいと思います。はい、今13センチ外装を取ったところですが、先端を2センチですね、新線にしていきたいと思います。はい、このようにできましたので、後でアウトレットボックスに入れた後に電線を曲げてジョイントしていきたいと思います。それでは6番の部分を作っていきたいと思います。6番は4路スイッチになります。こちらは VVF1.6 の2芯を2本加工して取り付けていくことになります。仕上がり寸法は15センチとなっておりますので、まずは15センチが必要。そして4路スイッチ器具1個分とみなしますので、プラス5センチが必要になります。そしてさらに P の部分でジョイントをしていきますので、プラス10センチの寸法が必要です。ですのでこちらは、30センチですね、電線が必要ということになります。かける2ということで、この電線2本必要になりますので、2本準備して作っていきたいと思います。6の4路スイッチには取り付け枠がつきますので、まずは4路スイッチを取り付け枠に取り付けてみたいと思います。取り付け方なんですが、このようにですね、スイッチを1個取り付け枠につける場合は必ず真ん中につけるようにしてください。それでは取り付けていきますが、まずはスイッチを下から入れていただいて、このように枠の左側に、こうですね、こちらに合わせます。そうしましたら、この出っ張ってる部分ですね、こちらにマイナスドライバーをこのように入れていただいて、少しかしめてですね、このように止めていきたいと思います。今スイッチを取り付けることができました。ここでちょっと4路スイッチの裏側を見てみたいと思います。はい、ちなみに4路スイッチはこのようにですね、4路とシールが書かれているので、非常に分かりやすくなっていると思います。はい、ちょっと見づらいんですけれども、番号が振ってあるのがお分かりいただけますでしょうか。はい、このようにですね、1番、2番、3番、4番という形で番号が振られていて、ここのようにバッテンの、図が書いてあるものになります。今回の公表問題ですと、こちら4路スイッチの1番と3番、こちら側ですね、こちら側が向かって右側の3路スイッチ、そしてこの2番と4番が向かって左側の電源側の3路スイッチとつながるということになります。それでは電線をつけてみたいと思います。先ほど仕上がり寸法のところで30センチ電線が必要ということになりましたので、今 VVF の 1.6 の2芯を30センチ2本準備したところになります。こちらをこの4路スイッチに取り付けていきましょう。それでは外装を8センチ取っていきたいと思います。先端は1センチ新線にしてください。はい、この電線が2本このスイッチにつきますので、もう1本の方も同じように加工していきたいと思います。まずは8センチ外装を取りまして、先端を1センチ新線にしていきます。それでは VVF1.6 の2芯を2本ですね、この4路スイッチにつけてみたいと思います。特に色の指定はないので、どちらでも構わないのですが、今回はとりあえず、上のですね、この2番に黒線を入れてみたいと思います。そうしますと下の4番には白線が接続されることになります。
反対側も同様にですね、1番に黒線、そして3番に白線を入れてみたいと思います。はい、このようにできましたので、形を整えまして、はい、あとはですね、ジョイントができるように加工していきたいと思います。こちらはジョイントボックスの中に入るものになりますので、外装をそれぞれ13センチ取っていきます。先端は2センチ新線にいたしましょう。こちらも同じく外装13センチ取っていきます。先端は2センチ新線にしてください。はい、このようにいたしまして、6番は完成となります。続きまして、7番のランプレセプタクルの部分を作っていきたいと思います。7番は仕上がり寸法が15センチとなっていますので、まずは15センチが必要。そしてランプレセプタクル器具1個分と考えますので、プラス5センチが必要になります。そしてこのランプレセプタクルの部分もジョイントボックスでジョイントいたしますので、ジョイント部分として10センチが必要となります。ですので、こちらの電線は合計30センチ必要ということになります。先ほど電線が30センチ必要と分かりましたので、今こちらに VVF1.6 の2芯を30センチ準備したところになります。こちらをランプレセプタクルに取り付けていきたいと思います。ランプレセプタクルなんですが、必ず曲線を守って作業するようにしてください。必ず施工条件に書いてありますが、ランプレセプタクルは、受け金ネジ部の端子には白色の電線を結線するように書かれてあります。受け金ネジ部の端子というのは、こちらの端子のことを指しています。こちらに必ず白線をつけるようにしてください。それではやってみたいと思います。まずは外装4センチ取っていきましょう。はい、今4センチ取りましたので、こちらを2センチ新線にしていきたいと思います。はい、そうしましたら、こちらを輪作りをしてこのランプレセプタクルに留めていくんですが、まず新線のちょっと2ミリぐらいのところですかね、そこを、ストリッパーでの先で掴んで90度に曲げていきたいと思います。まあ、このように曲げたところですね。こちらの先端をストリッパーの先で掴んで手前に丸めていきます。はい、このようにできましたので、反対側も同じように作業していきたいと思います。はい、このように輪作りができましたので、これをランプレセプタクルに留めていきます。で、まず白線の方からやっていきたいと思います。ランプレセプタクルのネジは必ず一つずつ外すようにしましょう。両方いっぺんに外してしまうと、ネジがどこかに行ってしまったりすることもありますので、必ず作業するところだけを外すようにしてください。
そうしましたら白線の方がつきましたので黒線をつけていきたいと思います。このようにできましたので、はい、少しですね、この灰色のシースがこの台座から顔が出るぐらいに調整してください。はい、このぐらいでいいかと思いますが、はい、でこちらをですね、アウトレットボックスの中に入れていきますので、反対側は13センチ外装を取っていきたいと思います。はい、そして先端は2センチ新線にしていきたいと思います。今ちょっと揃ってなかったので少し切り揃えます。はい、このようにランプレセプタクルの部分が完成いたしました。それでは1番から7番まで各部品ができましたので、ジョイントをしていきたいと思います。今回の課題ではこのようにアウトレットボックスを使用します。こちらのアウトレットボックスなんですが、今はちょっと練習のためにですね、全部の穴がこのように開いている状況なんですけれども、試験本番で支給されるアウトレットボックスですと必要な穴しか開いていませんので、それ以外のところに穴を開けたりすることはしないようにしてください。それでは今回使うところにゴムブッシングを取り付けていきたいと思います。ゴムブッシングにはサイズがありまして、こちらのちょっと大きめのものが25、そしてこちらの小さいものが19になります。こちらをアウトレットボックスに取り付けていきます。電線が通るようにこちらに切り込みを入れていきます。電線が通りさえすればいいですので、十字に開けたりですとかそういったことは特に必要なくて、このように穴を開けていけば十分かと思います。はい、今ブッシングに、穴が開きましたのでこれをアウトレットボックスに取り付けていきたいと思います。このへこんでる方が外ですねになるように取り付けてください。はい、このように今使う穴にゴムブッシングを取り付けることができました。それでは実際にジョイントをしていきたいと思います。今回の課題では A と B2 箇所ジョイント部分がありますが、まずは A のリングスリーブのところからジョイントしてみましょう。それではまず、接地側の白線からつないでいきたいと思います。接地側の白線をまずは集めてみたいと思います。はい、まず白線を3本集めてみました。この中でスイッチ白線は一緒に結線することができませんので、この白線は外しておきます。となるとこの2本をジョイントするということになりますので、この2本をリングスリーブ小を使って接続していきたいと思います。
で、ここの、リングスリーブの圧着マークなんですが、こちらは 2.0 の電線でして、こちらは 1.6 になりますので、リングスリーブは小のマークで圧着していきましょう。リングスリーブの圧着マークは必ずリングスリーブの真ん中に来るようにしてください。はい、今白線をつなぐことができましたので、次に黒線をやっていきたいと思います。こちらの電源から来た黒線がこちらのスイッチに行かなくてはいけませんので、この2本を接続していきたいと思います。こちらも先ほどと同様、こちらの電線は 2.0、 そしてこちらが 1.6 になりますので、圧着マークは小でやっていきます。はい、そうしましたら残りの電線をつないでいきたいと思います。赤と赤同士でつないでいきます。こちらの圧着マークなんですが、こちらは 1.6、 そしてこちらは 1.6 なので、 1.6 が2本ということになりますので、圧着マークはこちらの 1.6 が2本というところで圧着するようにしてください。それでは 1.6 が2本のところで圧着していきたいと思います。丸印で圧着できましたので、残りの電線もやっていきたいと思います。こちらも 1.6、 そしてこちらも 1.6 になりますので、同じく 1.6 が2本の圧着マークのところでやっていこうと思います。はい、これで圧着の作業は終わりましたので、このリングスリーブからはみ出している電線を先に切り落としていきたいと思います。はい、だいたいこのように2ミリぐらい残してきれいに切り揃えてください。はい、これで A の部分は完成いたしましたので、続いて B の部分のジョイントをやっていきたいと思います。はい、それでは A 部分のジョイントが終わりましたので、各パーツをB のジョイントボックスに挿入してジョイントをしていきたいと思います。はい、B の部分は、差し込みコネクターによるジョイントになりますので、まずは差し込みコネクターの長さに合わせて電線を切り揃えていきたいと思います。今回はこのペンチの幅を使って電線を切り揃えていこうと思いますが、このようにですね、差し込みコネクターにはゲージがありまして、こちらに12という記載がありますので、このゲージに合わせて電線を切り揃えていただいても構いません。今回はこのペンチの幅で揃えて切っていきたいと思います。ペンチでの切り揃え方なんですが、この輪っかの方ですね、こちらを絶縁被覆にぴったりくっつけて、このまま切るとちょうどいい長さということになります。この方法で切り揃えていきたいと思います。これで切り揃えることができましたので、各パーツをこのアウトレットボックスの中に入れていきたいと思います。はい、先ほど13センチ被覆を向いて準備をしていきましたが、このアウトレットボックスというのは、一辺が10センチありますので、まずはランプレセプタクルを入れていこうと思うんですが、このようにですね、入れていただいて、この被覆を2センチぐらい中に入れるようにしてください。
そういたしまして、こちら今13センチ向いてあるんですけれども、3センチぐらいのところからこのように立てると、10センチこの電線を立てることになりますので、全てのパーツをきちんと揃えて結線することが可能となります。こちらの施工省略の部分も同じ要領で入れていきたいと思います。このようにゴムブッシングから挿入していただいて、2センチぐらいですね、この被覆が中に入るように、そして3センチのところからこのように立ち上げます。このように全てのパーツがボックス内に入りましたので結線していきたいと思います。まずはこの場合も白線からですね、つないでいきたいと思います。スイッチ以外の白線をつないでいきますので、まずこういった4路ですとか3路スイッチの白線は除外して考えます。ですのでこのランプレセプタクルの白線、そして A のジョイント部分から来ている白線と施工省略の白線ですね、この3本が一緒になります。この3本を3本用の差し込みコネクタの中に入れていきたいと思います。で、内側の白線を結線することができましたので、次に黒線をやっていきたいと思います。黒線は負荷に行く以外の黒線をつないでいきますので、こちらのランプレセプタクルの黒線は一緒にすることができません。こちらも省略の負荷となっているのでこちらもダメですね。ですのでこちらの3路スイッチに行く黒線と、あとはこちらの次に黒線をつないでいきたいと思います。こちらの3路スイッチの黒線ですね、こちらのを各負荷とつないでいきたいと思います。こちらの E のランプレセプタクルの黒線と、あとはこの施工省略の黒線をつないでいきたいと思います。これで黒線がつながりましたので、あとは送り線をつないでいきたいと思います。こちらの3路スイッチの3番と1番、そしてこちらの4路スイッチの1番と3番をつなげていきます。ちょっと分かりにくいんですが、こちらが1番と3番ですね、4路スイッチので、こちらの電線とこちらがつながるということになりますが、特に3番同士を絶対につながなければいけないとかそういったことはありませんので、お好きにつないでいただいて構わないんですが、なるべく色を揃えてやっていこうと思います。ですので今白線同士をつないでいきます。そして黒と赤をつないでいきましょう。
はい、これで、こちらの右側の3路スイッチと4路スイッチがつながりましたので、あとはこちらの3路スイッチと4路スイッチをつなげて完了となります。こちらの4路スイッチの、左側が2番と4番になりますので、こちらの3路スイッチの1番と3番にそれぞれつなげていきます。こちらも特に、どの線をどれにつなげればいいというルールはないんですけれども、なるべく同じ色でつながいた方が分かりやすいと思うので、そのようにやっていきたいと思います。はい、これで全て結線することができましたので、あとは形を整えていきたいと思います。これが公表問題7番の完成図となります。